亀ブルーナイターマンスリーボートレース杯争奪、誰が勝っても丸亀初優勝シリーズ最終日、第8レース一般競争進入固定ガチガチ8、出走メンバーはご覧の6選手です。まもなくピットアウトです。シリーズ最終日、雨の中での戦いとなっています。丸亀ブルーナイターマンスリーボートレース杯争奪、誰が勝っても丸亀初優勝。水面上は進入固定戦、第8レース一般競争進入固定ガチガチ8、1号艇吉川義継、2号艇芦澤望、3号艇森脇徹、4号艇安藤浩二、5号艇武田真一、6号艇太田直也、以上6名の対戦です。今シリーズ最後の進入固定戦、内枠3艇がスロースタート、外枠3艇がダッシュスタート、3対3のスタイルで行われます。進入固定戦陰線をここは戦うことになります。昨日の準優勝戦登場となりました1号艇吉川義継、1コース、そして2コースには前半2着の2号艇芦澤望、3コース3号艇森脇徹、対するダッシュ勢です。角の4コース4号艇安藤浩二、5コース5号艇武田真一は前半カード4コースからのまくり差しでシリーズ2勝目をマーク。6コース6号艇太田直也、進入固定定番通り3対3です。最終日、第8レース一般競争進入固定ガチガチ8、内から吉川、芦澤、森脇、ダッシュ、安藤、武田、太田です。スタートしました。わずかに1、2コース1号艇吉川、2号艇芦澤、この2人が好タイミング1マーク。インから1号艇吉川先生、2号艇アスターのサッシュハンドル、外行ったのは4号艇安藤、内側から5号艇武田、向こう上面です。先頭を押し切りました1号艇吉川義継、2番手優勢は2号艇アスター望、外から一定審査は4号艇安藤浩二、後方は5号艇6号艇3号艇8レーススタートは正常です。先頭1号艇吉川、2番手内側から接近は5号艇武田、動きを見ての差し構え2号艇4号艇ホームストレッチ、2番手は2号艇芦澤望、3番手4号艇5号艇接戦、わずかに判定審5号艇武田が覗きますが、4号艇安藤、へさき、ここは残っています。レースは2周目1マーク、上位2艇は1番2番、3番手4号艇5号艇ややセル格好、内側くると6号艇太田が接近、しかしここは3番手4号艇安藤が単独となっています。上位体系1番2番4番、4番手6号艇5号艇追走、最後方3号艇森脇、2周にマークです。トップターンは1号艇吉川、2番手ターンは2号艇芦澤、3番手は4号艇安藤。ホームに帰って上位体系1番2番4番最終周回に入ります。インコースからきっちり押し切りました。先頭は1号艇吉川義継、3周1マークから向こう上面、2番手には2号艇芦澤望、3番手は4号艇安藤浩二、確定バックに入って上位体系1番2番4番、後方は5号艇6号艇3号艇6艇これよりラストコーナーへと移ります。最終日、第8レース一般競争進入固定ガチガチ8、1番2番4番、先頭は1号艇吉川、2番手2号艇芦澤、3番手は4号艇安藤。ホームに帰って上位3艇1番2番4番でゴール、先頭1番吉川ゴールイン、2着2番芦澤ゴールイン、3着4番安藤ゴールイン、5番6番ゴールイン、ラストで3番森脇ゴールインです。第8レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番2着2番3着4番以上でございます。第8レースの払い戻し金はご覧の通りです。